ちゃんとおっぷつくれよ。確実に、手を抜いたな。まあ、そんなことはどうでもいいぜ。今日は、私が作った改造マリオをやってもらうぜ。難易度は、ぼちぼちだと思うぜ。普通の実力の人なら、あっさりクリアしていく程度だ。ちなみに、タイトルは、改造マリオ、メイド、イン、群馬、だぜ。まあ、私にとっては楽勝よ。ステージ数は、全部でいくつあるの？ヒーハー。ついに来たぜ、この時が。テレビの前の皆さん、長らくお待たせしました。今回の主役はこの私。マリオ界の暴走機関車ことグル様だぜ。うりー。すっきりしたかしら？とりあえず、何個ステージだぜ。えらく、食い気味で来るわね。まあ、尺の都合しょうがないのはよあれの家、スタート。ああ、武士道とは、死ぬことと見つけたり、武士道とは、武士道とは、始まった矢先からパニックね。なんなのよ。とりあえずあの死んでいったダバは無視していきましょう。隠しブロックもないし、これはどういうことよ。スピーカーがヒントなのかしら。ただ、右上にコインがあるということは、何かしら行く方法が用意されていてもおかしくはないんだけど。ああ。あのダバめ。もうこれしかない。武士道とは、死ぬことと見つけたり。多分。これでいいのさ。これでこのステージからは抜けられる。さあ、気を取り直して次に行こう。お、一発必中、ね。難易度はどうなんだろうか。任せろよ。俺は、女も玉も一発必中さ。てか。しょっぱなから、ワンナップしてくれるのね。これでいくらしんでも、何でもいいから、ゲームオーバーつければいい。私に、話す暇を与えない気ね。最初から慌ただしいのよ。そして、突っ込む余裕もないけど、さっきからダバが落下していっているのがすごく気になるわね。Pスイッチと鍵？とりあえず、最初に出たPスイッチをあのブロックにぶつけて、ああ、これはやってしまったのか。まあ最初だし2回チャンス。やっぱなかったまあ、いいさ。どうせ一つぐらいアイテムがもらえないぐらいなんともないよ。しょっぱなからエンジン全開じゃん。ほんと、群馬国出身のやつのやることは、これだから困る。よし、今度こそ。ふふ、なんだろう。少し満足感を得られるギミックだね。合格。あとは、あそこのブロックから何が出るか。そいや、今右押したよね。なんでそっち飛ぶかなぁ。納得いかねえ。あれ？私って実は、マリオ苦手なのかな？まあまあ、まだ動画も撮り始めだし、ウォーミングアップ、よっしゃー。あ、でも中身入ったままの甲羅って危ないよね。急いで投げて踏んで壁を越えるってこと、くっそ、喜んだのも、つかの間ってやつだよー。このペースだといつになったら、先が見えるのか？おっしゃ、さすが、無言プレイ。これぞ集中力の極みや。これは、青ブロックを持って、同時に飛んで右のくるくるブロックにぶつけて、隙間に飛び込む。今いけたでしょ？ダメだったか？というか、この隙間にドンピシャは厳しいって。くそ。中間目前で。ここまで手こずらせられるとは。ちょっと勘弁してほしいわね。左上にでも、デスカウンターつけようかしら。よし、
ここまで来るのは本当に久しぶりだ。あとちょっとなんだよ。中間取るぞー。うわーん。くっそ、そろそろ先に進みたいよ。難しいよ。辛いよ。よし、今度こそ。うわあ、ここでトライできないのかよー。もう、いや、休憩。辛そうだな。とても、いいものを見せてもらったぜ。うるさいわね。別に大したことのないステージだわ。まあまあ、そんな強がりを言っちゃう霊夢には、休憩タイムとして、これで遊んでもらうわ。さあ、どうぞ。マリサ。まったく、くだらないことに付き合わされたわ。録画前の練習で少しデスカウンターを回してしまったけど、さっさと中間取るわよ。この辺りは、ここまでやればお手の物ね。あ、これって無理に甲羅を出す必要ないんじゃない？だって、鍵って足場になるし、Y を押さなきゃ問題ないわよね。ええや。よしよし、休憩のおかげで冷静に行動できているわ。クリアは時間の問題ね。え？なんだよー。いやー、この作戦はかなり確実に進むことができていいな。さあ、そろそろ中間いけるわね。演出的にも、十分尺は稼いだでしょう。もう実況することなんかないよ。中間取りたよ。うおー、来たー。ちょっと、喜ぶ間もなく、恐縮？少しは、危ない。喜ばせてくれても、こんな精神状態で何ができるというのよー。もともと、イタリアでは前菜にスープかパスタが出るんだ。だから、どちらを選んでもいいようにスプーンとフォークが置いてあるだけで、両方使えって意味じゃないんだぞ。時は、平成。村の掟により、殺され、埋められた、親父、マリオ。彼は、理不尽な、己の運命を受け入れられず、修羅となって、村をすべて、焼き、尽くした。俺は、悪くない。悪いことなんてしてない。悪いのはあいつらだ。お前は地獄へ下ることは、許されない。現世にとどまり、己の罪を、身をもって知るがよい。今より、お前は、エンマ・マリオ、地獄親父。地獄、親父。罰として、地獄親父の使命を受けたマリオは、永遠に回る、恨みの輪廻を、見つめ続ける地獄の席を追ったのだが。何これ？この流れから挨拶に入るの？まあ、引き渡されちゃったからしょうがないぜ。こんにちは、ゆっくりマリサだぜ。ああ、ゆっくり霊夢よ。
さて、これからどうやって進めるのよ。地獄親父なんて、嫌なものと嫌なものが合わさって単純な嫌なものになっちゃってるじゃない。まあまあ、うつ主としては、多分。この動画、地獄少女の三つかなえの PV を見て、ちょっと思いつきで適当に作ったのよ。そして、私あたりに、一遍、死んでみる？って言わせて、あなたがキレキレのツッコミを入れる予定じゃなかったのかしら。そして、一番言ってはいけないことだとは、思うのだけど、今回かなりめたいわね。今回のオープニングはまだまだ第2回目だからネタがあると思ったのだけど、もうネタ切れかしら？一遍、死んでみる。あ、あなた、モノマネうまいじゃない。いつそんな声出せるようにしてもらったのよ。もう、怖いんだぜ。さっさとマリオやってろよ。はい、ということで、やっていくわ。死ぬのは、一回で済めばよいけど。くだらないオープニングトークさせてないで、今有効の、を流しておけばよかったのに。後半戦最初だから、恐縮。何よ。最初から恐縮のところから始まるわけじゃないのね。しかも足場を青ブロックにするなんて、これ持っていかないといけないのかしら？そいや、ぬあーん。これは、嫌な予感するわね。あら、嫌な予感とは裏腹にあっさりいけたわ。やっぱり青ブロック必要だったのね。前回は、あっさりと死んだけど今回はしっかり冷静に行くわよ。よしよし、いいぞ、とりあえず、うわぁ、やってしまったぁ。どうも力んでるわね。どうしたのかしら。みんな、パート1でも見てもらったと思うけど、私の実力はこんなものじゃないって知ってるわよね。穴があれば入りたいわ。よーし、やっと先に進めるわね。もうあのキラーのところを動画に使っていると、この動画が全て、テケテケで終わるから、もう見せないわ。デスカウンターもカウンター振り切って使い物にならなくなってるし、廃止ね。Pスイッチはすぐに、踏む方がいいのか。恐縮だから注意が必要になるわね。次は、黄色コーラ。というかこれ、コインの足場なかったら落ちて消えることになるから、すぐに足場を。そーん。いや、まだだ。やればできるさ。やっぱ、無理でしたー。別に、ここまでのギミックで特に難しいところは、ないのに。最初のキラーは本当にヤバいわ。精神をとことん削られるのよね。ここまで来るのにかなり時間を食ったわ。さっきのところは、コーラを落ち着いて投げればよいからその先が勝負ね。そい？よっしゃ、いける。え？恥ずかしくて、死ねるわ。もう勘弁して。再びここまで来たわ。みんな知らないと思うけど。意外とここまで来るのも骨が折れるものなの。そこは分かってほしいわ。あと私が下手くそじゃないってこともね。よし、あとは落ち着いて飛ぶだ。よしよし、無駄にここは緊張したわ。こういうものは、すべて持っていくべきね。とにかく、待ってこれは少し乗るのが早すぎたんじゃ。そして、よくアイテムに気がついた。よく気がついたけど、これは足場が。バカ野郎。ふふふ、みんなたった一回の死でここまで戻ってきたと思ってるでしょ？舐めないでほしいわ。あのキラーで12回死んだわ。あのギミックマジ基地。そして、ギリギリまで待つ作戦を取ることにしたわ。これで簡単にアイテムも取れるはずだわ。おお、コーラナイスキャッチ。大きくなって、この後何が起きるのか。てか、恐縮だと話のテンポが忙しくて大変。これは、スピンだね。てか赤コーライ、足場がないじゃないかー。畜生。まったく、今なら、唯一見せた涙がサイヤ人の誇りだったり、フリーザにビビったりで、結局自分のことしか心配してない、クソ王子の気持ちがわかるわ。まあまあ、そんなこと言ってる場合じゃないからね。進めないと、可能な限りコーラを持って行って進むわ。
この先のスピンはかなり難しい。スピンしながら右側のツタに捕まりに行かないといけない。そんな中で甲羅を持っていくの。甲羅あ、ちくしょうめ。これは厳しすぎよ。あなたはこの惨状をどう思うのよ。へ、汚ねえ花火だ。あんたまだそのネタ引っ張ってるのね。こうやって見せられるのも正直うんざりよ。次のステージは私が手本を見せてやるぜ。言ったわね。簡単なステージだったら許さないわよ。次回は私の本気が見れるわ。お楽しみに。あの群馬出身がどこまで上手いか期待しておきましょう。やっとここまで来たわ。正直この先の流れが一切見えてないわ。スピンしながら赤甲羅を大事に持っていくなんてできるのかしら。集中して早めに右に移動して真上に投げる。真上。よっしゃー、来たー。予想通り金ピーね。これで右側のブラックパックンをコインに変えるのね。おお、これはすぐに押して良いのかな。中身ありコーラだったらまずいのだけど。ふざけるなー。これをどうし、あ、ちょっとこれごめんなさい、やめて。今度こそ。よしよし、なかなかここまで来れないんだから無駄にはしたくないわね。あ、危な。ふふ、危ない危ない。こんな簡単に死んでたまるか。え、いやもう、ここまで来る映像は全部カットだよ。頑張ってるのに。よしよし、今回はかなり落ち着いてる。多分このフラフラしてるブロックに乗って右、ああ、中身が出るって、ちょっと、ダメージ受けてもいいのかな。これ、あそこでダメージ受けてたら積んでたのね。マジ吉。そろそろ先を見たいけ、また甲羅が震えてるって。このタイミングで出したらいけるだろ。これでいけなかったら無理だよ。よしよし。さあ、しゃがんで、滑り込むの難しいと思う。よしよし、今回はいけるだろ。やっとあの土管に、入れる。え、私のバカ野郎。よしよし、もう今度こそ今度こそ。きたー。うしゃ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 。ふふふ、この BGM はもう群馬県のマスコットキャラクターゆうまくんは群馬県庁ロボに乗って悪の組織と戦っている。丸か罰か。これ作ったやつをボコボコに殴って良いよな。こんなのただの理不尽じゃん。マリオとか関係ないじゃん。もう悩んでもしょうがないけど、どうしたらいいんだよ。さすがにこの先行ったらゴールだろ。よーし、右だ、行けー。んー、これは何もない分罠の匂いがプンプンするわね。ふふ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 、制作者プラー。おおおお、本当に難しかったわ。これは本当に嬉しいわね。ふふふふ。確か次はスイッチのステージね。簡単だろうし、ここは押しておきましょう。あのバカ群馬国民に簡単なステージをやらせるわけにはいかないからね。飛べない豚はただのって、なんて失礼なステージ名なのよ。じゃあスタート。あら？
結構改造してあるわ。ジャンプのコツは、インパクト時に上を入れて B これだけ。それでも届かない時は、飛んだ瞬間に X。どういうことよ？もしかして、タス御用達のスイッチジャンプを要求しているの？ジャンプのコツ。ミスって押したのに、無駄に読み上げるのはやめなさい。さあ、ということで、私の華麗なプレイを見せつけてやるぜ。飛べない豚は、ただの、スタート。とにかく、スイッチジャンプのコツは、タイミングよく上と B を入力することだけだぜ。届かない時には、ジャンプ中には E を押すと距離が伸びるかもな。ここまで来れば、2回目のスイッチジャンプに備えて、B スイッチを持って安全に進むだけだぜ。はい、2回目のスイッチジャンプ。普通にスイッチを投げて、スイッチジャンプをするだけだぜ。霊夢だと、多分ここらで投げ出してしまうだろうから、ここでクイックセーブをするのを許可しておくぜ。あとは、スピンジャンプでこのブロックを踏みながら、先に進むだけだぜ。楽勝だな。一つ注意するとしたら、青いコインの乗ったブロックはほとんど跳ねないから、気をつけるんだぜ。さあ、目的の黄色スイッチに到達したぜ。最後に気持ちよくスイッチジャンプをして、黄色スイッチを押してくれたらこのステージはクリアだぜ。意外と、見せられないよって使い勝手悪いな。あなた、やるじゃない。まあこれでこのステージもやらなくて済んだわけだし、ラッキーね。え？何を言ってるんだ？セーブしてもらえると思ってるの？ちょっと、やめなさいって。もう、視聴者様は満足して。うわぁ。あなた今電源落としたでしょ？私にあれをやれって言うの？もう一回やるってことは、ウプ主が死ぬほど時間をかけてプレイしたあれをもう一回やれって言ってるのよ。まあ、そんなこと言ったってセーブデータは戻ってこないんだから、さっさと始めた方がいいぜ。ちなみに、土管の前でクイックセーブするのだけ、特別に許可してやるぜ。この鬼畜め。はい。ということで私がプレイすることになったわ。別にさっきので終えて、短い動画にしてもよかったと思うのだけど。さっきの見てもらったと思うけど、最初のスイッチジャンプが何回でクリアできるかが問題ね。お、意外といけるもんだね。こりゃクイックセーブ使わなくてよいかもな。うわ、このブロックの配置最悪だ。危険すぎる。よっしゃ、なんでこんな成功率悪いんだよ。なんとか2回目のトライを成功させたい。え？うわ、愚痴る暇もなく次に行くのな。よしよしよし。いいぞいいぞ、まだこれからだ。なんだか、急がないとコインに戻るプレッシャーがしゃあ。なんというか、これは骨が折れるステージだよ。マリサが言ってた通りにクイックセーブはすぐに使ってやる。このブロックの配置が、危険す。今考えたら3割でスイッチジャンプを成功させてるってすごいことだと思うんだよね。全く今まで話すタイミングなかったわね。全部の詩を載せようとしたらさすがに大変だったからこれ以降はカットになるわね。おお、初めてここまで来たよ。落ち着いて、2回目をうまくクリアしてクイックセーブを。さあ、行くぞ。えやー、うわあ。いやー、辛い。よしよし。連続で成功するとは、まあコインブロックも少しは慣れてきたし、次こそは2回目のスイッチジャンプを決めてやる。もう言うことはないさ。今、考えてたんだが、この確率だと2回連続で成功する確率は、これかけるこれで、100倍して、これになるわけだけど。
まあ、200回プレイすれば3回ほどに連続でスイッチジャンプが成功するってことになるね。実は、プレイしながらこんなことを考えていたのですよ。クイックセーブを使わなかったらこれは、天文学的数値になっていたかもね。そんなこと、言ってるうちにそろそろ、2回目のスイッチジャンプに挑戦できそうだね。ここのとこ連続できてるし、調子はいいんだと思うよ。息整えて。ああ、もう、辛い。大幅カットだよ。いい加減に突破したい。あ、やばい。そーっと言ったら回収できるはず。よしよしよし。集中してる。いけー。まあ、今のはみんな言って思ったよね。そんなに世の中甘くないの。やり直し。こんなに、2連続が大変だったとは。実際真面目にクリアするとなると3連続で、スイッチジャンプできないといけないのに。いやー、やっと来た。やっと来たよー。さっさとクイックセーブしちゃおう。あー、あとはブロック壊しながら進んで、最後のスイッチジャンプを決めるだけか、かなり気が楽だ。もうめんどくさい、成功率計算もしなくていいしな。このままの勢いでゴールしちゃうぜー。せーの。あははは、ちょっと力んじゃったかな。次こそもうゴールするぞ。あれれ？ちょっとここ難しいんだけど。かなり死んだ気がする。余裕がないというか、ちょっとでもずれたら、修正効かなくなるのが問題だ。よし、初めて来た。てか、スイッチジャンプしたらクリアだよ。よし。そんなうまくいかないよなぁ。これだけ、死んだ映像流してもまだまだ、録画した映像はなくならないんだよな。これって俺が下手なのか。ここまで来たら、もう完全に賢者モードになってるわね。感情とか何もないもの。とにかく、先に進むように黙ってプレイしてるだけね。動画だとみんなあっさり見ちゃうから納得いかないわね。おーし。3度目の正直ならぬ、5度目の正直ね。決めるわよ。来たー。スイッチしてはの一人であるこの私が、こんな臭そうなメタボヒゲ親父に押されるとは、ふっ。よかろう。ほにゃららら。が、に。やったね、タエちゃん、難易度が上がるよ。へ、読み上げ間に合ってないじゃないか。って、あれ？これ押したら難易度上がるの？え？スイッチ四天王の一人であるこのうるせえ？ドヤ顔で同じセリフ読むなよ。って、難易度下げるためのスイッチなのに何をしてくれたの？バカなの？死ぬの？これ以上難易度上げてどうするんだよ。とりあえず次回は、コーラと遊ぼうからだね。このタイトル、どっかで聞いたことあるような。始まらねえよ。次回予告の映像撮り忘れてたし、次回予告なし。バイバイまたねー。